これガスコンロなんですけど、ここが一応外せるようになってるんですよ。で、なんちゅうんですかね、ここもなんか外れるんか。まあ、なんかここら辺が外れるようになってるんですけど、で、これが温度センサーかな、こっちが。違ったかな。それでこっちが着火用のやつなんですよ。で、ここの着火用のはここで多分火花が飛ぶと思うんですけど、まあだからスイッチを押すと、普通に火がつくんだけど、これが、この上の部分ですよね、これが、ちょっとずれてるっていう、こんなぐらい、上から見ると分かりやすいんですけど、ちょっとずれてるっていうやつですよね。こうなった時に知らずにスイッチ、着火スイッチを押すと、ババババババッちって、なんちゅうんですか、すんごい不完全燃焼が起こるというか、ボワッボワッっていう感じの音がするんですよ。で、やばいなという感じだったんですけど、で、まあ、これは熱感知だと思うんですけど、ちょっとわかんないですけど、だからこれがずれてると、もうすんごい不完全燃焼するんで、なんかここで確認するしかないんですけど、だから、ちょっと今、間違った状態を怖くてできない、中ぐらい危ない感じになるんですよ。だから、そういう変な、ボボボボっていう感じの変な時になったら、もう、つけない方がいいです。もう、それでガス屋を呼んで、なんかガスがつかないっていうか、変なボボボっていう音がするって言って、どういうふうにしたら普通に治るか教えてもらった方がいいですよ。こういうガスっていうのは突然、だからインターネットも出てたけど、押したままだと知らずにガスがそのまま出てる時があるんですよ。で、それ大丈夫かなと思って、プチッと知らずに押すとバッてくる時があるんで、そういうような経験があるので、一応、そういう経験があったからちょっと確認したら、ここはずれてたの。もうちょっとずれただけでダメなんですよ。で、これもなんかここに位置決めるのがあるんですけど、こんなになってるとなんかおかしい、ガタガタなるのが、この一箇所だけなんですよね。それしかもこのちっちゃい甘いところで決めるだけだから、まあこれも鍋がずれるし、鍋が斜めになる危険もあるんかな。だからここのとこは、だから変な音が、スイッチ入れた時にボボボボっていう変な音がしたら、もうちょっとつけない方がいいですよ。ガス屋呼んだ方がいいですね。もう手前味噌でちょっと変なことやらん方がいいですよ、ガスは。というのを思い出しました。インターネットのなんか記事を見てたら。